今回は、いよいよルーディメンツのですね、ラストルーディメンツ、40個のパスルーディメンツ、インターナショナルドラムルーディメンツの最後になって、なりました。ここまでね、見てくれた皆さんどうもありがとうございます。最後ですのでね、頑張っていきましょう。今回はラストは、トリプルラタマ級というやつ、トリプルラタマ級というのはこういうやつ、トリプルラタマ級ですね。もう一回やります。ニキタンニキタンニキヤカタタ、ニキタンニキタンニキタタタタ、ニキタンニキタンニキタタタ、ニキタンニキタンニキタタタタ。こういうやつが、トリプルラタマ級です。この、まあ、練習方法としてはですね、このトリプルのラタマ級のドラッグ、ディギタ、ディギタン、ディギタン、ディギタカタタ、このディギタンを、ディギタ、ディギタ、これをあの均等な、均等なイーブンの音感に全部直すと、ディギタ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 ン、ディギタン、ディギタカタ、ディギタン、ディギタン、ディギタカタタ、ディギタ、ディギタ、ディギタタカタ、こうなる。ディギタ、ディギタ、ディギタ。こういう練習もいいと思います。イーブンに考える、全部手順だけ同じということね。リズムは全く変わりますよ。ディランディランディランのじゃなくて、ディキタディキタディキタタタタ、ちょっとゆっくりというか、まあ、テンポでやってみますか。こういうふうになる。ワン、ツー、スリー、フォー、ディキタ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 。こういう3連符におけるこの手順だけ、練習しても結構面白いかと思います。いろんななんか3連符フィルにも使えそうなね、感じの手順、こういうのにも慣れておこうというね。これをイーブンに均等に、音化を均等に考えて、ディキタディキタディキタタタタ、ディキタディキタディキタタタタ、3連の一番最後にアクセントが来る形なら、ディキタディキタディキタタタタ、できたできたできたたかた、できたできたできたたかた、できたできたできたたかた。ね、こういうのもありだと思います。それとこうゆっくりの時の、まああの復習になりますけど、ディキタンっていうののタイミングのことをもう一度言っておきます。ディキタン、ゆっくりなるとこれがディキタン、ディキタン、ディキタン、普通はディキタン、ディキタン、ディキタン、早くなるとディキタン、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 この3種類の タイミング、ゆっくりのディキタン、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 これの速いやつはギタン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 、これが詰まってきますが、ゆっくりの時はギタン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 、こうなりますね。ドラッグの時の説明を参照にしてください。それとですね、今度はインバーティッド練習ということは、ギタンギタンあのトリプルラタマ級のあれをちょっとひっくり返すと、タンディタンディタンディタカタタンディタンディタンディタカタ、こういう練習にもなる。タンディタンディタンディタカタタ、アクセントが頭にくるやつね。タンディタンディタンディタカタタタンディタンディタカタね、こういう練習もあります。もう一度やると、タンディタンディタンディタカタタン、こういう練習。これがトリプルラタマ級でした。